北、大江一は、東山動物園の初代園長。太平洋戦争中に出された動物射殺命令を拒んでゾウを生かし、ゾウ列車を実現させたことで知られる。1900年、京都の五福祥の家に生まれる。1923年に、私立名古屋動物園に就職。1937年、道動物園が東山公園に移転した際に、 初代園長に就任した。周囲の反対を押し切って、日本初の無作式の話し合い場を設置した。また、開園当初は、像が一頭しかいなかったために、木下サーカスの像四頭を購入した。1944年に入ると、名古屋市も空襲を受け、治安維持を理由に、大型銃に射殺命令が下るが、 軍や警察を説得して、マカニーとエルドの2頭のゾウと1頭のチンパンジーは、生かしていた。同様の理由で、日本中のゾウが殺され、終戦後には日本に、この2頭のゾウしか生き残っていなかったため、特に、東京の子供たちが、ゾウの寄贈を求めた。しかし、北尾は、高齢の2頭の健康や絆の硬さを理由に、これを拒む一方で、 1949年には、象列車を実現させた。1963年秋に2頭の象が死ぬまで、毎晩必ず象に、ご苦労さんと声をかけるなど、並々ならぬ愛情を注いでいた。1951年には、移動動物園や動物サーカスを開始し、子供たちに夢を与え続けるなど特に、名古屋市民の間では、上野動物園長の子がただ道に匹敵する。 カリスマ性を誇った。1993年に93歳で死去。中部軍管区司令部で10位であった、三井公猛獣医大医の軍機を犯した協力もあったとされる。ありがとうございます。